シェイク・ムジブル、ラフマン、ベンガル語、1920年3月17日から1975年8月15日、またの名を、バンガバンド・シェイク・ムジブは、バングラデシュの政治家。かつての東パキスタンにおける、ベンガル人政治指導者、独立運動家、バングラデシュの大統領を及び首相を歴任した。日本のメディア報道では、ムジブル・ラーマンと表記されている。 ムジブルラフマンは、英領インドベンガル州の小さな町タンギパラで生まれた。1929年に高校を卒業した後、1931年の公立学校に3等級で入学したが、1934年、目の手術を受けるために学校を辞め、4年後に学校に戻った。その後、1942年にゴパルガンジ宣教師学校に入学。 1944年にイスラミア大学から中級芸術。1947年に同大学から文学志望を取得した。1940年にイスラム教徒の学生連盟に加入し、政治的な活動を開始。1946年にはイスラム大学学生自治会の事務総長に任命された。彼はパキスタン独立と共に、 本格的な政治活動を始めた。東パキスタンムスリム学生連盟を1950年代に結成した。両団体は共に東パキスタンにより大きな自治を獲得するために活動した。当時のパキスタンは西パキスタンと東パキスタンに分かれており、1 6 0 0トル以上は慣れた西パキスタンが主導権を握っていた。 このため言語と文化の異なる東パキスタンには大きな不満があった。1970年パキスタン国会総選挙でアワミ連盟は東パキスタンに割り当てられた162議席中160を獲得した。この高い支持率を背景としてムジブルラフマンは東パキスタンがより大きな自治権を持つことを要求した。これはパキスタンが 東西二州からなる連邦制国家へ移行することを含んでいた。しかしこの構想は破綻し、両パキスタンの緊張は西パキスタンで使われるウルド語パキスタンの唯一の公用語とする試みによって激化した。東パキスタンではほとんどの住民がベンガル語を使っていたからである。東パキスタンでの民衆の権利を訴える運動にこうしてラフマンは パキスタン政府への非協力を呼びかけた。パキスタン政府は戒厳令を敷き、軍を東パキスタンに派遣して独立運動を弾圧し、参加者を虐殺した。1971年3月、両パキスタンは戦争状態に突入、バングラデシュ独立戦争が勃発した。東パキスタン住民はインドに大量に亡命したことから、インド政府は 東パキスタン側につく形で介入、第三次インパ戦争が勃発した。その間に、ラフマンは逮捕され、その支持者はインドへ逃亡した。逃亡先で支持者たちは、将来独立国家の政府となるべき、準備政府を組織した。戦争はインド、東パキスタン有利に進み、1971年12月に、東パキスタンに駐留していたパキスタン軍は投降し、 東パキスタンの独立が宣言された。1972年1月12日、ムジブル・ラフマンは独立したバングラデシュの首相となった。1972年7月2日にはシムラー協定によりパキスタンがバングラデシュ独立を承認し、名実ともにバングラデシュは独立を達成した。独立時のバングラデシュは9ヶ月に及ぶ内戦のために、 混乱していた。パキスタン政府とその支持者は各地で虐殺を行っていたとされる。ムジブル・ラフマンは排他的な政策によって秩序を回復しようとしたが事態は改善されなかった。ラフマンは戒厳令を布告するとともに大統領就任を宣言し新たに組織されたばかりのワミ連盟を除くすべての政党の回答を命令した。しかし国政は改善せず、 飢餓と疾病が広がっていった。1975年8月15日、ムジブルラフマンは、妻と息子と共に、陸軍の部隊により、奪下で殺害された。55歳没。後任には、前商業、土地収益大臣であり、ムジブルラフマンの殺害を計画した者たちの一人で、あるカンデカルモシタクアーメットが就任した。政権を奪取した、アーメットは、 保証法を制定して、ラフマンの暗殺者たちを免責した。しかし混乱が続き、わずか3ヶ月後に、軍のクーデターにより失脚、投獄された。1978年に政権を奪った、ジアウルラフマンは、上記の保証法を、憲法第5条を修正する形で組み込んだ。ムジブルラフマンの娘であるシェイク・ハシナは、1996年から2001年まで、 バングラデシュの首相を務め、一旦ケアした後、2009年に政権に復帰、現在も首相を務めている。妹のシェイク・ラハナは、アワミ連盟に所属する政治家である。シェイク・ハシナは、ジアウル・ラフマンらによる父暗殺の実行犯の面積を否定し、1996年に保証法を廃止させた。さらに、 2005年には、ムジブルラフマンの殺害及びジアウルラフマンの統治も、裁判所により違法と認定された。暗殺から34年経った2009年の11月、最高裁判所は暗殺実行犯である、元軍将校12人全員に対して、死刑の判決を言い渡した。そのうちの一人であるアブドゥルマジェド元中尉は長らく、インドに逃亡していたが、2020年4月7日に、 首都ダッカで逮捕され、4月12日に死刑が執行された。他に生存していた5人が公死刑に処せられた。2010年、バングラデシュ高等裁判所は、ジアウルラーマンによる憲法修正5条を違憲だと判断した。ありがとうございます。